でも、本当現場、その熊が出没するところに住んでる人から見ればもう、撃ち殺そうが、檻の中にぶち込もうが、とにかく熊どうにかしてくれって思ってるはずなんですよ。ええ、危険だから。はい、皆さん、こんにちは。ファミリー公開です。今日はですね、結構ニュース、まあ、全国的なニュースだと思うんですけどね。まあ、全国的ニュースの話題になってると思うんですけども、皆さん、熊見たことありますかね？大きい、まあ、グリズリー、月のワグマ、普通のヒグマ。まあ、生きてこう動いてるの見たことありますかね？私は見たことないんですよね。でですね、今年は結構、熊が暴れてるんですよね。ということで、まあ、もう特に東北地方ですね。北海道だとか、まあ、あと北陸の福井だとか。でですね、今日はですね、この新潟について、新潟の熊事情についてちょっとお話ししたいと思います。まあ、新潟の熊事情、まあ、ひいては、まあ、全国の熊事情ですけどもね。と、まあ、そういうことで、ですね。これはですね、まあ、昔の記事からちょっと読んでいきましょうか。ですね、新潟日報という、まあ、新潟の地方紙なんですけども、新潟日報の、ですね、これはですね、10月3日ですか。10月3日配信された、新潟日報のウェブ版からの記事なんですけどもね。もうちょっと古いですけどもね、ちょっと読んでいきます。新潟県内で熊の出没が半年で700回を超える過去最多のペースで推移し、9月23日から10月1日までの9日間に、計7人が襲われ、怪我をしたということです。過去最多のペースですか、出没が。700件超えるんですね。すごいな。で、今年、なんでそんなに出るかっていうのが書いてます。今年は餌になる木の実が不作なことに加え、木の実、まあ、具体的にはどんぐりとかですよね。どんぐりとか、ああいう木の実ですよね。それが不作なことに加え、人を怖がらない新世代熊。嫌な熊ですね。怖がってくださいよ。新世代熊が近年増えていると、専門家は指摘。東北や北陸、北海道といった、熊の生息数が多い地域では分布域が広がっており、すぐ近くにいる動物だと認識すべきだと警鐘を鳴らしているということです。まあ、新潟県によると熊を目撃したり、まあ、あとですね、発見したりしたのは4月から9月までに710回。4,5,6,7,8,9、半年ですね、710回超え、過去最多と。で、県は今年1日、10月ですね。10月1日、今月に入ってから初めて、熊出没警戒警報を出したと。熊出没警戒警報ですか。東京23区じゃ絶対に聞くことがない警報ですね、これ。いや、田舎ならではっていうこともありますけど、でも、熊は非常に危険です。熊は非常に危険です。で、そのコーナーしているうちに、ですね、これは、今度は、新潟日報、今度は10月11日ですか。まあ、1週間、およそ約、今、さっきの記事から、1週間後の記事、ですね。でですね、どういう記事かというと、ですね、これ熊の、新潟県のその、柴田市っていうところがあるんですね。新潟県柴田市。その柴田市の熊の出没情報が、昨年の7倍に上ってるということです。ちょっと読んでいきますね。新潟県柴田市では9日まで、10月9日までに、今年の熊の捕獲数が25頭、25頭も捕まえたんですか？に上り、昨年1年間の捕獲数30頭を上回る見込みだと。市に寄せられた目撃情報は、前年比7倍の72件。前年だったら、まあ、およそ10件ぐらいなんでしょうね。まあ、市環境衛生課は、今後も熊の出没は増える可能性があると。市民に一層の注意を呼びかけている。あれません。十分に荒れますね。で、県内では9月上旬から熊による、人身被害が相次ぎ、同市、柴田市でも、今月1日、松岡の畑で農作業中だった70歳女性が熊に襲われ、頭を引っかかれて怪我をしたと。1日から7日の1週間には6頭を捕獲したということです。いや、すごいですね。まずこの熊、25頭ですか。25頭まず捕獲したと、今年。25頭。昨年1年間だけで捕獲30頭だったんで、まあ、もう、まだまだ、
12月ぐらいからまあ雪ぼ、まあ、ぼちぼち降り始めますからね。まあそれまではあとまあ1ヶ月以上あります。2ヶ月超え、2ヶ月弱ぐらいあるんでね。そこまでで、まあ4頭以上はまあ捕獲するでしょ。5頭以上は捕獲するでしょう。で、まあ目撃情報としては72件と。捕獲数は25頭。で、目撃情報数は72件。まあ、いずれも過去最多でしょうね、これ。ですね、この島田市松岡で熊の駆除に当たった、県猟友会北神原支部、松浦分会の本間さんですね。本間さんは、こう言ってるんですよね。何十年も熊狩りをしているから、今年の熊は凶暴だと。ああ、怖いですね。で、檻が壊れそうになるほど暴れる場合もあり、音で逃げないこともある。朝や夕方の畑仕事を一人でするのは危ないと。いや、すごいですね。と、まあ、そんな感じなんですけども、最近また新たなニュースが、入ってきました。ですね、これはですね、10月18日ですから、昨日ですね、今日10月19日月曜日。で、まあ、昨日のニュース、これは新潟放送のニュースですね、BS 新潟放送。新潟市に、その、観光施設、市島邸っていう、まあ、なんていうかな、まあ、豪邸があるんですね、豪邸が昔作った、豪族が住むような豪邸、あれ、こう見ることできるんですけども、その市島邸に親子熊が出たという話です。市島邸っていうのは柴田市には月岡温泉っていうところがあるんですね。んで、JR 月岡駅から、バスで5分ぐらい。まあ、歩いても15分かそれぐらい。15分もかかないのかな。まあ、結構近いところなんですよ。その JR 月岡駅から。結構近いところ。そこに出たっていうことですからね。これはもうちょっと、のっぴきにならなくなってきましたね。ちょっと、読んでみます。新潟県柴田市の観光施設、市島邸で18日、昨日ですね、観光客の男性が熊に襲われる怪我がありました。男性には怪我はありませんでしたということです。ここでは、まあ、その新潟県柴田市の住宅街にある県の、指定、そして新潟県の指定文化財、市島邸、に現れたと。どういうふうな感じかというと、その18日、昨日の午前10時、その観光客の男性が、蔵の脇に潜んでいた子熊を犬と間違え近づいたところ、背後から親熊に襲われたということです。怖いですね。子熊は体長およそ70センチ、親熊は1メートル20センチほどだったということです。で、男性はコートの、裾を引きかかれてましたが、怪我はありませんでしたということです。まあ、よかったです。いやー、よかった。で、当時、市間邸には20人ほどいましたが、全員避難しましたと。この市間邸の敷地内には林があって、熊は栗の実や柿などを食べるために侵入したと見られます。ああ、そうですね。市島邸は10月いっぱい休館するとのことです。残念ですね。惜しいですね。警察と柴田市は、パトロールを強化し、付近の住民に警戒を呼びかけてますと。それはそうですね。いやー、これは、あれですよ。ひょっとしたら、月岡の方の駅のところも出てきたっていうことは、どんどん南下していく可能性ありますよ。これはちょっとやばいですね。まあ、そういうことで、まあ、今回、新潟県柴田市のこ、まあ、柴田市を、まあ、一例として、まあ、熊の被害、恐ろしいことが今起きてるということを、まあ、お話しました。やっぱり、何がいいんでしょうね。なんかこう、鈴を鳴らすとか、あと、なんか、犬が吠えてる？そういうふうな、その犬が吠えてるのを、まあ、録画して、録音して、それでまあ、山を歩くとき、それ、まあ、再生して、犬近くにいるよっていうふうな感じの、音作戦がまあ、結構、まあ、近寄らない、近寄らせない、熊を近寄らせない、メインな作戦なんではないかなと思うんですけども、でも、この記事によるとあれですよね、今年はもう、犬じゃない、熊は凶暴らしいですからね、でですね、話がらりと変わるんですけどもね、またこの中で、熊肉を食べたことある人いますかね？実は私、熊の肉食べたいんですよね。確か通販で手に入れることできますね。アマゾンか、どっかで確か熊の肉手に入れることができるんですけどね。
どんな味なんでしょうね。もう、まあ、熊肉一回食べては見たいとは思うんですけどね、なかなか食べる機会ないんでね。ということで、ちょっとね、それちゃいましたけどね、もう熊は非常に危険です。あれは本当にもう、害獣ですよ。害獣駆除しなければいけません。猟友会もね、まあ、こう、ライフルでパーンって撃って、今、殺すのか殺さないのかちょっとわかんないですけどもね、でも、本当、現場、その、熊が出没するところに住んでる人から見ればもう、撃ち殺そうが、檻の中にぶち込もうが、とにかく熊どうにかしてくれって思ってるはずなんですよ。危険だから。だからね、あんま綺麗事を言わないで、まあ、撃ったりしたら、まあ、痛がってかわいそうだな。そんなことと言ったら、我々、鳥だとか、牛だとか、豚とか食べてますからね、殺して。ということになるんでね。まあね、やっぱり、住民、人間のことを大事に考えないといけません、これは。ということで、まあ、熊が生息してると思われる、その田舎の山奥に住んでいる方々、まあ、気をつけてください。まあ、鈴を持つとか、犬の吠えたの録音してそれ流すとか、まあ、ありとあらゆる手使って、まあ、避けるようにしてくださいね。非常に危険です。今年の熊は凶暴だということなんでね。新潟のその柴田市以外のね、ところ、福井県だとか、北海道とか、もう熊ガンガン出ますから。なんでね、そういうところもまあ気をつけてください。ということで今日はこれで終わりたいと思います。アディオス。アスタマニア。